めちゃくちゃレア。今から開けるボックスが TOPS Chrome 2024年。一箱に12個のパックが入ってて、12個のパックの中に13個のカードが入ってます。日本語伝え大丈夫だったかな？大丈夫、伝えた、okay、っていうことです。開けていきます。直線にバーンとか行かなければ大丈夫。これちょっと怖いですね、うん、ここに。シラワンボックスの中に12個パック。はい。どうやって開けるんですか？こっち。こう開けていただく。あ。それは全部出しちゃってるんですか？出しちゃった。最初なんかカードを傷つけないようにこう上の方に。はい。OK。 じゃあ、ああそんなトントンしてる。傷ついちゃう。この人知ってますか？あまり存じ上げないです。結構ルーキーが多いんで、うん、あの今まで活躍してなかった選手で、うん、あのまあ、今年あのメジャーに昇格してきた選手とかも多いと思うんですけど、この人知ってますか？まあ、知ってるっちゃ知ってるぐらいの。あ、そうですか。私知らないですね。ルーキーだと思います。そんな感じのものがいっぱい出てくる。あ、そうなんですかね。コビン・キャラですね。パキ有名な、ね、割と人気のある選手ですね、うん、はい。いわゆるこう通常のカードみたいのがいっぱい出てくる。山本由伸、はい、これが彼のルーキーカードになりますね。これは、うん、将来彼がもうメジャーで成績を上げていくとレアなものになってくるんじゃないかなと思いますね。そうですか、うん、出てくる、キラキラしたカード出てきましたね。おー、クローン、クローム、はい、クローム、そうですね、クロームカードですね、はい、ジェイソン・ドミングス選手、ヤンキースのやっぱ期待の選手ですね。これもそうですね。 OK、 じゃあこれはこっちに置いときます、はい、ラーチマンのすごい人気の選手ですね。でもこれは黒、そうですね、ただキラキラしてる、はい、これあでもこれもなんかこれがあの多分これシリアル入ってないか、これシリアル入ってないか、入ってる入ってる、ここに299分のって書いてあるのがあります。ああ、はい。これがこのカードの生産倍数さ。あ、これもっとレアなものがいっぱいあるんですよ。あ、そうなんです。中にはこれで世界に1枚しかないカードとかもあったりしますね、うん、これはこっちですね。はい、知らない選手ですね。 OK、 じゃあこれはこっちで、はい、はい、あ、フランシス・リンドーのカードが、お、大人気の選手です、ね、そうですね。じゃあこれもあれの可能性ですね、はい、そうで、このカードの裏面を見るとこの今までのリンドー選手の、はい、この成績とかが書かれてるんですよ。キャリアであったりとか、キャリアスタッツですね、とか、あのボーンとか、あのイヤーとか、そういったものボーン、あ、パーソナルデータ、はい、プロフィールですね。そうですね。じゃあこれも貴重の方に。そうですね。じゃあ次行きます、はい、これなんかグローブした方がいい感じしますね。まあ、本当の海外のメーカーとかでやっぱみんなグローブしますね。あ、グローブありますか？じゃあ大谷のカードがそろそろ出てくる可能性が高い。出てくるかも。私運が強いね。なるほど、出てきます、はい、パワー、さっき言ったのこれはやっぱカードのその真ん中ぐらいに入ってるんですよね。だから
その当たりのカード、ヒットカードが真ん中ぐらいにあるかもしれない。これは No、 これも No ですね。 No No、 もう分かんないですけどね、あのそういう選手がスーパースターになるかもしれないんで、だこの そ, そう有名ですね、うん、じゃこれはこっちに、ね、こっちの Yes、うん、OK、 これはこれも No ですね。まあ今のところはそんな感じです、そんな感じです、はい、そんな感じです。あ、これはうん、おーっと、なんか出た。おー、選手の直筆サインが書かれてるルーキーカードですね、うん、まあ、彼の未来に期待しましょう。はい、これはおー、スタントンが出ましたね、はい、キラキラ光って綺麗ですね。こっちですね、はい、なんかいい匂いしますね、カードは、うん、そうですね、黒の匂いしますね。このジキスタインカードがだいたいワンボックスにアベレージで3枚ぐらい入ってる形ですね。3枚1つに入ってる。4パックに1枚入ってる。お、なんか1枚多い。 OK、 あ、またこの人、ね、これはさっきのと違って、さっきのキラキラバージョンなんです。あ、これは、うん、それはまたあのバリューが変わるんですか。そうですね、バリューが変わります。あ、これはキラキラじゃなくて、お、じゃあこっちの方がそうですね、ちょっとレアバリューが、はい、高い、はい、okay、では、うん、まだ、あ、この人はヤルミュートは有名な選手ですね、うん、はい、じゃあこっちに、あ、ダルビッシュが出た、ユー・ダルビッシュ、おー、アクーニャも出ましたね、いいのが次々出てきてる。大人気ですね、アクーニャ。そうですね、これ面白いですね、なんか、可愛いカードですね、うん、サマータイム・イン・ザ・パーク、わかります、わかりますけど。フューチャースター、あ、フレディ・フリーマン。フリーマンですね。どうじゃ、これ面白いですね。なんか光り方が。カードですね、うん。いろんなバリエーションがありますので。そうですね。じゃあこれはこっち。じゃあ次。OK、じゃあ、あ、これさっき、これは。So I'm just gonna go through it。これは、okay、なんかすごいのが出てきたら教えてください。バイエズは、まあまあまあ人気はありますけども、そのカードはそんなに、okay、まあ普通のカードですね。こういう時には、まあ、まあ人気ありますね。おー、トラウト、これはでも、まあ、このカード、まあまあまあ、okay、普通のカードですね。おー、これ面白いね。アルザレーナはまあ人気の選手ですが、その下に、うん、キスサインカードですね、うん、の、 あのレアなバージョンですね。あのサインとなんかキラキラがついてるからレアなんですか。そうですね、さっきのと比べると、 His name is Hartwig, Grant Hartwig. I don't know about this player. This player? Ah, me too. But maybe if he becomes a great player. Yeah. I hope so. Okay, じゃあこれは no, no. Perns は、まあこれ、mm. Glass now. Glass now. でもこのカードは、まあ、うん、これサインしてほしい。うん。Yellow. なんか出てきた。ああ、これはなかなか出てこない。これです。おお、ジャージーユニフォーム。そうですね。Yeah.ジャンカルロスタントに、あの彼が実際に使用したユニフォームが挟み込まれています。これいつの試合かなんかの、いつの試合で使われてたかはちょっとわからないんですが、ただここにバーコードがありまして、うん、これをまあ読み込むとどこの試合で使用したかって結構わかるんじゃないかなと思います。またキラキラの、これは No、
Corey Seager. Once a Trevor Story. Oh, これ Chrome. Juan Soto. Oh, なんかすごいのが出てきてますね。Bobby Witt Jr.Christian Yelich. Oh, これもさっきの出てきましたね。でもこれが Shiny な感じ。これはなんか面白い写真を使ってる感じですね。これはあ、松井のカードが出てきました。Like a list. You can get all the Japanese players on this pack. Yeah, that's a good idea. Put it up on the screen. これは誰選手が出てこない。もうちょっとしたら出てくるかも。誰選手が出てこない。あと4つ。ブラリー。これこれですか。おお、これもこれも面白いですね。これはあの昔のカードのデザインを、それですか、リメイクしているものですね。トップス35周年、トップス社35周年記念のとして作られているカードになりますね。ヴィンテージスタイル。It's cute. Trevor Cabbage. Angels ですね。Angels. いつから Angels? まあちょっとわからない選手でも、この後今からあの、メジャーリーグであまり活躍しなくても、まあ、あの日本のプロ野球とかに来たりとかする。ああ、確かにそうですよね。結構何年か前に発売されたこのトップスクロームのやつがあのいきなりみんな買い出したりするときありますね。 You never know. トータリさん出てこない。もう終わり。あと最後で、またスタントンが出てきました。なんか出てる。マーティン。これ分かりますか。5分の1って書いてあるで、5個しかない。そういうことです。世界に5個しか、5枚しかないカード。わぁ、スターリングマルテン1 out of 5。それはめちゃくちゃレアっていうことです。めちゃくちゃレア。これよりレアなものは、はい、1 of 1ですね。世界で一番。だいたい1 on 1のカードはあんまり結構あるんですか。1 on 1のカードとか、選手の数だけ1 of 1があるんで、うん、その中で人気の選手とか人気でない選手、年齢でならとんでもないことになります。1億円超えてくる。あのルーキーの頃のものだと全然超えます。ルーキーのものだと、まあ、この間、売られたもの、ルーキーの時の直筆サインの1 of 1が、まあ、日本円で30万ドルぐらい、うん、これどれで言ってくる。私日本 の数字が分からない。30万ドルぐらいです。30万円ドルです。So 30,000? Yes. でもっとレアなものだとミリオンドラーも全然あると思うし。ですね、あとはその直筆サインカードが3枚、これが一番いい、うん、ですね。これが1 on 1で、これがね、実はなかなか出づらくて、出ない箱とかも結構。これはすごいですよね、うん、これ元取れてます。いや、元は取れてないです。取れてない。あ、これはね、元を取るっていうのは、ね、ほとんどあの難しいと思います。ただ
元一旦元を取るととんでもない値段になってくるんで、あ、はい、一発だけ大谷出すと、そうですね、どこどうですかね、どうしよう、回してるんですか、ね、これなんか取ってるんですか、一番、はい、取ってます、取れてます、うん、このボックスで一番のヒットが、まあ、このカードだかなとは思います。まあ、その他にはルーキーの直筆サインカードとかが3種類出てますね。彼らがもしこの後スター選手になったら、これはとんでもない値上がることがある形ですね。まあ、今引いていくらするかっていうのももちろん大事なんですけども、彼らがプロ野球選手として成長してスターになってきた時にこのカードの本当の値段っていうのが分かってくる形になるので、持ち続けるってこともこのトレーディングカードの楽しみ方かな、うん、あとはまあこのジャンカルロス・サントンのカード、こちらは彼が使用した着したジャージーですねが挟み込まれてます。こちらのホログラムの方に MLB の公式の認証がされているものになりますね。これはなかなか出ないカードなので、あ、そうなんですね、じゃあこれも結構レアっていう、そうですね、これサインしてもらったらすごい値段になる、価値が上がるっていうことですか。これのサインカードバージョンっていうのが存在するんですよ。それがあるので、これに彼からサインもらったとしても そんなに値段はつかないかなって感じですかね。うん、うん、普通山本のカードサインしてもらったら、あ、そうです、ね、結構すごいんですか、あんまり、うん、これにまあサインカードをもらったらですね、PSA というですね、このサインを公式に鑑定してくれる会社がありますので、そこで鑑定してもらうと、ちゃんと商品として流通する形になる、まあね、お値段がつけられる形になるので、はいはい、そういったこともやってみてもらおうかなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、そう、うん、このぐらいいわゆる生産数が少ないカードってなかなかそう出ることはないので、あ、うん、